じゃーん。これこの夏ずっとハマっているボスのカフェインレスコーヒーあるタイプです。麦茶カフェインありませんって教えていただいてありがとうございます。非常に恥ずかしいですが、お茶は一くくりでカフェイン入ってるものだとなんか勝手に思い込んでおりました。安心して麦茶ガブ飲みしたいと思います。なんか絶対にやめようってわけではないんですけど、こういうのがあったらカフェインレス買うようにしてます。前回の動画でおしゃべりしながらだと家事しながら聞けるので嬉しいっていうコメントたくさんいただいて、ちょっと調子に乗ってまたお話ししていこうかなと思ってます。今日は暑すぎるからかセミがあんまり鳴いてないな。ガラスのストロー、これ真似して買ったらすごい良くて気に入ってます。ということで今はお昼ご飯を食べ終わった後で、まあ、盛大に物があるのでひたすらとりあえず洗っていこうかなと思います。皆さんどうやって洗いますか？私はこれ視聴者さんが教えてくれて2枚買ってすごく気に入ってます。かなり大判のキッチンで使う用のものなので結構水も吸い取ってくれるし、なんか贅沢に使えてとてもお気に入りです。でこれはなんか IKEA のマグネットクリップがここに2個セットしてあります。で量にもよるけど、ここが結構濡れてるもの二重にして気持ちいいばかりですが、こんな感じにセットして洗い物をどんどんしていきます。ちょっと変な画角ですけどマリエルな感じで写していこうかと思います。なんかキッチンのゴミ箱本当にいいのおすすめあったら教えてください。私はまず目につくものをすっきりさせたいタイプなのでゴミを捨ててカトラリーを集結させて、でちょっと一旦流します。私はカトラリーを集めたら綺麗なものから洗います。普通かでも夏はいいよな、なんか水触ってて気持ちいいじゃないですか。これすごくないですか？イエティのマグ、保温マグ、口をロックするここがマグネットでついてて、ほらアメリカっぽいですよね。機能的にはすごいいいなと思って、取ったら洗いやすいし、よいしょ。なんか最近すごいなと思ったのが、あの海に行くときにちょっとなんだろう、長時間とか遠出するときは大きなあの保冷の水筒に2人分のお茶入れて持っていくんですけど、まあ、なんて言ったって重たいし洗うのが大変なので、あの近場だったりサクッていくときはこの950のボトルに1本だけお茶入れて持って行ってるんですね。今のところプラスチックなんでもちろんその保冷機能がないんですけど、キャンプで使っているモンベルの3リットルか4リットルのこう長方形のものを持ってるんですね。で試しに一晩冷蔵庫で置いておいた冷たい麦茶をそのモンベルのバッグに入れて海に持ってったら3時間ぐらいかな、全然ぬるくならなくて、あれって結構すごいんですね。なんか当たり前のこと言ってるかもですけど、こんな炎天下の中もう当然ですけどこのまま持っていくとお湯になるぐらいめちゃくちゃもう温度が変わるんですけど、あれ通すだけでこんなに違うんだったら水筒じゃなくてもねいけるわと思って結構感動しました。あのいずれ私はリュックを作りたくて前からで、こうボトル入れるポケットにああいう機能を搭載したいなとなんか最近思いました。まあどうなるかわからないですけど、
だからね、そういう毎日の発見がなんか楽しいし嬉しいなって思います。何気なく使ってたものだけど用途を変えてみるとね、新しい気づきがありますよね。なんかこのキッチンリセットの動画撮りながら何話そうかなって思って、テーマとかあった方がいいのかなって最初思ったんですけど、意外とこう物を触りながらだと出てきますね。前回の動画で毎日眠いんですっていうのを言っていたんですけど、運動したり太陽浴びたりってことをしてるからだとは思うんですけど、私もともとお昼寝必須人間で、もう学生時代のバイト、週末のバイトとかでこうフルで入ってて、飲食店だったんでこう中抜けがあったんですね。その時も1秒でも早く家に帰って、1秒でも早くご飯を食べて、1秒でも多く寝たいというか、お昼寝をする人間でした。でそれもあってなのか、社会人になってからもお昼休憩、1時間あったとしたら15分ぐらいでご飯食べて、やることやっておしゃべりとかして15分は寝たいなと思ってましたね。その職場の環境によって寝れる環境じゃなかったりもしたんですけど、こうちょっと車に行って寝てみたり、階段に行って寝てみたり、こうみんなで談笑するような場所があって元気な時はするんですけど、ちょっと用事作って寝てて一人で寝てみたりとか、なんかねお昼寝って本当に必須で、未だにお昼寝ることが多いです。なので今元気です。今日も実は30分ぐらいかな、ヨギボーで、あ、もうこれダメだわと思ってアラームかけて30分ぐらい爆睡したので今とても元気なんですけど、これはなんか多分一生続けてしまう習慣な気がします。だから出かけてる時はだいたいもうお昼ご飯食べたらすごく眠たくなっちゃって、この前も映画に行ったんですけど、映画見に行ったらお昼後に行ったんですね。1時半とかぐらいのやつかな。まあ寝ちゃいましたよね。そう、もったいないよね、寝ちゃいました。あとしかもなんだ、サービスデーっていうか、その安い日に行ったんですよ。なんかそれもあって油断して寝ちゃいました。今ってなんか大人2000円ぐらいするじゃないですか。めっちゃ倍ぐらいになったなと思うんですけど。でキッチンの片付けの私のルーティンは、第2弾はだいたいボウルのようなものがあるので、そこに溜めたカトラリーを洗って入れていきます。カトラリー、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 動画やり始めてから結構方言というかイントネーションを突っ込まれることが多くて、カトラリー、多分私カトラリーって言ってきた人生なんですけど、名古屋の方のイントネーションなのでちょっと違うかも。何だったかな、よく言われるのが常部位水筒欲しいなとか、常部が形容詞になる四角いみたいな、まあ、それも変わってますねって言われたことがあるけど、私は当たり前に使っていたことだったりとか、あとシャビシャビ、このカレーちょっとシャビシャビだねとか、これも当たり前だったんですけど、どうやらシャバシャバっていうらしいですね。なんか奄美大島に旅行に行った時に、メンバー全員愛知の人なんですね。でそれでカレーが出てきた時にシャビシャビってみんな言ってて、やっぱ言うよねと思って
なんかすごいほっとしました。あ、しゃびしゃびだよねって。どうやって変化するんでしょうね、そのシャバシャバが基本形だとしたら、誰がどうしゃびしゃびに変えて地域によって変わっていくのか不思議ですね、言葉って。私はだいぶ動画で喋るときはもう半分無意識ですけど、あまり強く方言が出ないようには気をつけていて、アナウンサー気取りじゃないですけど、少しでもこう伝わるように、誤解の少ないようにっていう意味で、あのイントネーション含めちょっとは気をつけてるんですけど、そうやって知らないと出ちゃいますよね。あとくだるさんも愛知の人で、愛知の中でも地域が違うので、なんだろう、言葉もちょっと違ったりするんですけど、私もその愛知の中で転々としてたので、いろんな地方に働いたり住んだりしてて、だから奥平さんの地域の方言も親しみがあって出たりするんですけど、2人でいたりとか、その奄美の時もそうだけど、地元の近い友達と喋るとやっぱすぐ出ますね楽なんだよな、感情こもれるし。とはいえちょっと名古屋の言葉って濁点が多いので強く聞こえがちかなっていうのもあって、あの気をつけてます。で、第2弾が終わったら、このちょっと伏せて乾かしておいたこういうコップ系のものをこっちに移して窓際に持ってきます。で、この布巾のところが開くので、そこに第3弾を詰め込んでいきます。で、我が家にはカゴがたくさんあるので、こういう蓋系はもうここに入れて乾かします。さあ、第3弾。減ってきた。なんかルーティンがあるとか言いながら、大物から洗いたい時もあって、こうなるべく主張の大きいものから減らしていきたい時もあれば、2人でこう連携して洗って、もう一人が拭いてってやる時は量を先に回したくて、細かいものから流したりすることも多いです。我が家はやたらと妻を使うので、残りは詰めて冷蔵庫。いや、ちょっと熱い、本当に。そしたら第3弾が今回は最後になると思いますが、大皿とフライパンとお鍋を最後に洗うことが多いです。最近は朝早く海に行くので、朝ごはん食べて片付けはちょっと後回しにして、もう波優先で出かけて、お昼のタイミングでまとめて洗うことが多いですね。なんかこれからこういう作業動画で話してほしいテーマがなどありましたら、ぜひコメント欄でください。私結構おしゃべりなんで、思いついてバンバン言葉は出てくるタイプなんですけど、何かあればぜひください。で、洗い物が終わって縫製始めてからこういうルーティンになりましたね。頭の中でパズルみたいになんか組み立てながら、これはここ、これはこうして、これやってる時にこれやろうみたいなことを考えるの昔から好きなので、この拭き上げ片付けが苦手では嫌いではありながら、頭の中は結構好きなんですよね。作業自体はそんなに好きじゃない。なぜなら割りそうになるからっていうのと、濡れているものってあんまり好きじゃなくて、なんて言うんだろう、海入ってるのにあれですけど、あとはこの食器をどこにやろうかって毎回迷うので、そういうのもちょっと苦手。
で、あとはこういう大きいものとか結構もうざっくり拭いて、ちょっと今日はセミが鳴いてるので開けませんが、窓開けて乾かすって結構やっちゃいます。昔一人暮らしの初期の頃かな、誰だったかな、なんかその食器を洗った後こう大きめのザルかカゴに入れてベランダに置いておいて乾かすみたいな人を見て、あ天才と思って、まあそれってなんだろう、衛生的にとか考えて抵抗ある人もいるかと思うんですけど、多分ミニマリスト系のどなたかだったんですけど、それを一時真似してました。途中からその一人暮らしの家とはいえリビングをこう通ってベランダに出すっていうなんか面倒くさくなってやめたんですけど、一時期やってましたね。量が少ないからもうそれで完結するっていうのが割と楽しくて、まあ、いろんな発見になったような気がします。ってこともあって窓開けて風通してこういう何メッシュのザルとかそういうのは拭いた後ここで乾燥させます。あとこういう木のものとかも多いのですぐ引き出しにしまいたくないので、夜だったら出しっぱなし、昼だったら窓側に置いて乾燥させるのがなんか気持ち的に好きです。ということで、あとはお茶入れていろいろ拭き上げてキッチンリセットは完了です。